女装、女性が抱かれたくない職業ランキング。ああはははゆいがのニコ生に、おめえの視聴者、お前の視聴者がアンチ込めれて、お前、カトンリスナーの予想とアンチだろ、カトンリスナーは俺に防御吐かんねえからやつなんだその自己評価の高さは自信ゆいが40。サナギから脱出。うか 女性が抱かれたくない職業ランキング第 4YouTuber! 女子スパが成人女性に尋ねた男性の職業にまつわる本音のアンケートを今日発表したいと思います。MC は私、加藤純一でお届けします。前回の抱かれたい職業ランキングに続き、今回は30代から40代女性200人に尋ねた 抱かれたくない職業ランキングの結果を発表します。女性たちの本音はいかに。ね、そもそもこれ読む前に一個言っていいなんか職業で抱かれたいとか抱かれたくないとか低次元の話を男子はしません。俺以外はな。俺は芸能人抱きたいって言ってるけど。<laughs> 私、マジでバーテンダーには抱かれたくないんですけど、その人自身、バックボーン、じゃなく人を見ろよ。バカが。 第10位、バーテンダー。ふざけんなよなんで第9位漁師なめんなバカたれてねえおいおめえあば水産高校生に全員謝れよバカがなんで漁師9位なんだよわかるよバーテンダーとか、農業とか政治家とかわかるよなんなら人気じゃんが大工、ちょっとに、ちょっとなんか、パワフル。お笑い芸人、え、チャラそう。YouTuber ーー、え、入ったらなんか金ばっかりでいやらしい。漁師はなんもねえじゃねえか。普通の。ただの悪口じゃん 嫌いな実況者ランキングやった時に小島店員が1位になった時みたいな気分だ。理由を聞こうか。荒波にも負けず海に立ち向かう漁師はワイルドな男らしさに溢れていますね。ただ昔からお前が港で俺が船と言われて、言われてんねやんなこと。いつの時代だ。漁師には浮気者遠くに行ってなかなか帰ってこないといった印象が強いもんよ。おい、ちょっとこれ全面的に、あれしていいか。漁師が遠くに行ってなかなか帰ってこないとは、海の上にいるぞ。海の上にいるから浮気もクソもねえぞ。 俺は違うと思う。大工入ってるし。YouTuber。小学生には大人気でも大人の女性からは不人気でした。確かに YouTuber う職業、エロとはどこか離れたところに謎の存在でもあります。動画配信に詳しいだけにそのままの行為をさエロサイドで中継。なんて時代も思わず想像してしまいますよね。え、私だけですかこいつ、きし、これ書いたやつバカだな、本当に。大才、僧侶。<laughs> ねえ、これさ、何これは 何このランキング第3位、僧侶。謝れよ、お前。神様に。なんだこれ第3位、僧侶って。こんなランキングあるかな第3位、僧侶。第2位、セクシー男優。そして、記念すべき第1位は、ホスト。まあ二2位、1位は言わん、あのー、わかるけど、僧侶22%っておかしくね お坊さんになって性欲くらいあるのは当然のことですが、いざ抱かれるとなるとどうしても背徳感が拭いきれない女性が多いのかもしれません。しかしながら無償の心で持ってとろけるほど尽くしてくれる可能性もなきにしもあらずでは。お金持ち多いしな。絶対これ僧侶と漁師ディスってんだろう。あ、なんだ、30歳から49歳とかもう枯れたババアじゃねえか。しょうがねえだろ、これ。<laughs> 夢、そりゃそうでしょもっとなんか10代とか20代の女に聞けよ 何のお前、お前こんなこと言いたくねえけど49歳とか平気してんじゃねえかそんなの。なんでそんな、お前、恋だの愛だの語るな。子供の大学の話しろ。バカが、僧侶僧侶に抱かれたくねえとかじゃねえで。いやマジで僧侶はないから、つってお前、上がってんじゃねえかお前は。バカ誰か。あ、抱かれたいランキング見ようぜ。抱かれたい級ランキング、女性の妄想爆発、5位は自衛官、1位は、なんだと思うみんな。 1> 俺一位は、ま、あなんだろうな。抱かれたい職業。うん。スポーツ選手とかこの、医者か、多いな、多分。うん。医者か、スポーツ選手。第九位、警察官、ホスト。<laughs> おい、ごめん、ね、まだ、年何歳だ、こいつ。<laughs> まあいい、あ後で見るか。第九位、警察官、ホスト。 うん、第8位、大工が天家。やっぱそうなんだよな。その尖ってるから、抱かれたくない抱かれたいって、両極端なんだろうね。僧侶と漁師以外は。絶対出てこないからな。僧侶と漁師。俺断言するわ。第7位、セクシーでほら出てくるんだろセクシー団員。第5位、ジョ自衛官消防士。まあ、消防士かっこいいね。消防士はかっこいいわ。そして、第4位は、ドル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 ,ドル,ドル。 医師。あ、これ第三位、医師。まあ医者かっこいいもん白衣かっこいいもんな。第3位、同率第3位は、パイロットかっこいいね。第2位、ジムのインストラクター。あー、なるほど。あー、まあ確かにわかるわ。そのエスコートしながら、あの、筋トレしてくれるっていう。そして、ハえある第1位は、

中でも水泳選手がいい。プライベートビーチで熱い胸板に抱きしめられたい。まあでもやっぱ、そうなんだろうな女の子って感じだよね。女の子っつっても30歳くらいあ,いあ、これお姉さんたちの雑誌なの。これは。<laughs> あ、結婚した女ランキング見ようぜ。いや、我々の結婚したい、結婚したい職業ランキング。結婚したい女性の職業トップ10。 いい、看護師なんだへえ、ーなんで白衣の天使って言われてるから。うち母親のえ、もう、てかもう病院関係者無理だわ、俺。親族がちらつく。会社員がいい。あ、会社員一ーなんだ。保育士ほぼさん、んまあまあ、確かにな。俺、マックの定員がいいよ。 居酒屋のバイトとか。<laughs> 意外とでもアイドルとかアナウンサーとかって少数派なんだね。だってよ、男性の職業。公務員、会社員、サラリーマン、医師、弁護士、営業、警察官、消防士、教師、IT 系、自営業、大工。大工の方。<laughs> おい。来てるじゃねえかよ、今。空前の。加藤大工ブーム。 大工来てんじゃねえかよ。大工ドカタ系。空前の大工ドカタブーム。来てるね。ドカチンブーム。<laughs> なんかさっきから岩淵、岩淵マニアがいるな。岩淵も上位だぞ。岩淵マニア。強烈な岩淵推し。いいところ、いいツボ押してくるね。かゆい。 ちょうどかゆいところ書いてくれるな。今日の俺に。ゆいがは、俺はガキに種をつけたからって、6年前のニコ生で言ってたよ <laughs>。いいよ、もうゆいが速報は。ゆいがの兄貴速報一平だよ。もう今日ゆいがの兄貴速報と岩渕の,あの近況報告はもう中一平だよ。散々パラ拾ったよ。右肺が岩渕、左肺がゆいがで終わってる、今俺は。